ンストを作る時にこう意識しているのは、なんか言葉がない音楽なので、音だけで景色が広がったり感情を伝えられるような曲っていうのは意識してますね。自分のパートを、まあ、もちろんちゃんと練習してくるっていうのは当たり前なんですけど、そのやっぱライブパフォーマンスを磨くっていうことで、その譜面に書かれてることをただ弾くだけじゃなくて、はい、自分のこうエッセンスとかニュアンスとかを取り込んでいけたら、その自分のスタイルとかも確立していくので、なんかその楽譜になんか収まらずにこうもっと自分の弾きたいようにというか、なんかそこも加えられるともう一段階上の段階に行けるかなと思うので、ぜひ試してほしいです。アドバイスとか、なんか今のうちからやっといた方がいいよ的なことはありますか？僕がやってたのは、その自分の CD をいろんな関係者の人に配るってやってましたね。CD に作曲した曲を入れて、紙にメールアドレスとか YouTube でされてた YouTube のアドレスとか、はい、Twitter の ID とかを書いて「森岡直樹です」って配って、でもちろん何かつながらなくてもいいんですけど、それで何かレスポンスいただけたらラッキーみたいな感じで、でも今は SNS があるんで、そういう地道な活動とかしなくてもいいかもしれないですけど、はい、なんかそういう意識を持って常にカバンに自分を紹介できるものを入れておくとかっていうのはすごい意識してやってましたね。で実際その CD を配ってた結果、今の事務所の人に届いてで所属したので、やっぱそういう活動はいいかもしれないですね。もう在学中はとにかくその学生の間にこの将来のこの先をどうするかっていうのを考えて、はい、何かそのきっかけ作りをやろうっては決めてたんですけど、はい、まあ運よくその在学中に契約ができたので、そこからバンドを組んでって感じですね。確かサポートでまあ普通にハードロックをやったんですけど、はい、やっぱ右も左も分かんないんで、もう近くのスタッフさんと仲良くなって「はい、すいませんこれで合ってますか?」とか。なんかそれ確認したりとか、やっぱ味方にね、なってもらえると心強いじゃないですか、っていうのをやってましたね。やっぱ自分ができることってこうどうしても限られちゃうので、はい、やっぱいろんな人に助けていただくのも時には大事かなみたいな、はい、感じですね。敵を作らないの大事ですよね。敵をみんなと仲良くみたいな心の中でね、心の中であいつには負けねえぞみたいな熱いものを持ちつつ、外はこうみんな仲良くねって感じで。